Linux への批判では、Linux カーネルを使う OS に関する問題に焦点を合わせる。Linux ベースの AndroidOS は多くの国でスマートフォンの市場を支配しており、また Linux はニューヨーク株式市場や多くのスーパーコンピュータで用いられている。また、若干のデスクトップとラップトップのコンピュータでも用いられている。多くの Linux に対する批判は、 デスクトップやラップトップへの適用を書くことに関するものだが2015年にはプロジェクトのセキュリティについての視点への不安の拡大とシステム D の採用が議論を呼んでいる。何人かのセキュリティ専門家によると Linux を使う OS レベルの仮想化の使用の拡大はカーネルに対する攻撃という側面をクローズアップさせ またリーナストーバルズはカーネルレベルの攻撃に対する緩和策を公式リリース版で講じることについて口をつぐんでいる。2017年にリリースされた Linux 4.12ではカルルがデフォルトで有効化されたがその効果については議論がある。以前カーネル開発に関わったコンコリバスはインタラクティブなデスクトップ環境に対応するようカーネルのスケジューラーを 最適化していたが、そのパッチはまっとうに評価されず彼は最終的にそれを放棄した。2007年のインタビュー、なぜ僕はやめたか、カーネル開発者コンコリバスで彼はこう述べた。カーネル開発と Linux に何か大きな問題があるとしたら、それは開発プロセスと一般ユーザーが完全に断絶していることだ。ご存知の通り、一般ユーザーは Linux ユーザーの99.9%を占めている。Linux のカーネルメーリングリストは、カーネル開発者とやり取りする手段だ。控えめに言って、Linux のカーネルメーリングリストは、恐ろしいフォーラムだ。ほとんどの人は、自分の未熟さ、不適切なバグ報告、話の愚かさ加減、他もなんであれ、とにかく怒鳴りつけられないようにと、 投稿することを完全に怖がっている。大部分のカーネル開発者は一般ユーザー側にとってこれがどれだけ大きな問題かまるでわかっていない。LinuxCon 2009で Linux 開発創始者のリーナス・トーバルズは Linux カーネルが巨大で肥大化していると述べた。また LinuxCon 2014ではリーナスは肥大化した状態は現在の大きく高速化された PC では よりマシになっていると述べている。ドイツの新聞、サイトオンラインの2011年11月のインタビューで、リーナスはリナックスが複雑化すぎる状態になったと述べていたほか、サブシステムも非常に複雑になり、将来エラーが猛評価できなくなる日がやってくることを恐れていることも述べていた。デスクトップリナックスへの批判はよく売れている。 ビデオゲームのサポートを書いていることに対するものである。2015年9月、スティームゲームサービスは1500の Linux 上でのゲームを提供しており、これは2323 23のゲームと6500のゲームと比較される。デスクトップ OS としては Linux は他にも下記に示すような多数の側面から批判されている。もう一つの Linux に関する不満は、 利用できるディストリビューションの豊富さに関するものである。2014年8月の時点でジストロウォッチには285の主要なディストリビューションが掲載されていた。Linux は選択の自由の例として擁護されてきたが、別の批評家たちは、この豊富さは近藤と LinuxOS の標準化の欠如を引き起こしていることを指摘している。近年、ハードウェアの開発者たちは、 しばしば彼らの製品に対するドライバを書くために必要な技術的に完全な文章を提供するのに乗り気ではない。これは Linux ユーザーがシステムを作るにあたってその機能性と対応を確保するためにハードウェアを注意深く選ぶ必要があることを意味する。Linux が UNIX のルーツを引き継いだ伝統的なディレクトリの構造はデスクトップのエンドユーザーには適切ではないと。 批判される。ゴブリナックスやムノスのようないくつかのリナックスディストリビューションはエンドユーザーにとってより容易であるという別の階層構造を提案しているが、これは少ししか受け入れられていない。2004年、マイクロソフトはゲットザファクツというマーケティングキャンペーンを開始した。これはリナックスのサーバー利用を特に批判するものである。特に、これは Windows の脆弱性が Linux ディストリビューションのそれらより数が少なく Windows は Linux より安全で信頼でき Linux 保有のトータルコストは複雑さ、取得コスト、サポートコストなどからより高くなるとするものである Linux コミュニティはこれらのものや他の批判に対して混合された応答をしている上記の中でいくつかの批判は新機能や ユーザーフレンドリーさの向上を導き、Linux コミュニティは全体として批判に対して抵抗する力があると評されている。2015年のインタビューでリーナ・ストーバルズは Linux デスクトップ環境のプロジェクトが批判を受ける場合、彼ら自身の代わりにそれを使うユーザーを非難する傾向にあることを言及している。ありがとうございます。